それでは途中の「と」という字ですね。まず45度ぐらいで左右を払いますね。じゃあその中に沿って短め、伏せて2倍ぐらい。中心を狙って下を長くで抜いたら2つの点を打ちますね。針入書き。ここよりも下の位置から。少し下から上がって押し戻して、下は上よりもお尻を出して、そしたらここよりも、出ないようにして、上がってがこの空間ぐらいですね。で、下がってがこの点あたりかな。で、横に抜いていく感じです。